はい、行きましょう、どうぞ。その後ろからでも大丈夫です。どちらでも。はい、それではよろしいでしょうか。読み上げます。アメリカ合衆国大統領ジョー・バイデン様、2023年12月16日、イスラエル政府と軍によるガザ市民へのジェノサイドを直ちにやめさせ、人道的緊急援助の実施、占領地への入植と領土併合の撤回、中東における公正で永続的な平和を実現するよう求めます。世界中の人々と私たち日本にいる市民は毎日イスラエル軍がガザの市街地、住宅、病院、学校、難民キャンプなどを空爆や砲撃などで徹底的に破壊し、多くの民間人を殺傷し続けている行為を目にし、ガザ市民や国連機関、国際協力 NGO などからの悲痛な声を受け取っています。ガザ市民の死者はすでに2万数千人に及ぶと言われており、新生児を含む子どもたちの犠牲はその4分の1を上回っています。あなたはこのような大量殺戮がイスラエル政府には許されると考えているのですか。確かにハマスが10月7日にイスラエルを攻撃し多くの人質を取ったことは決して平和をもたらすものではありませんが、この事態の根本的な解決にはグテーレス国連事務総長の演説のような視点と理解が必要です。しかしネタニヤフ政権はハマスの攻撃を口実にガザ全域の壊滅と市民の無差別殺害により、ガザ地区から人々を排除しイスラエルによる占領と完全管理下に置くという目標の実現に最大限利用し、国際社会の大多数による即時停戦を求める声を無視しして軍事作戦を強行し続けています。これはもはや自衛権の行使を大きく逸脱し、国際人道法や戦時国際法の原則をも踏みにじる民族浄化ジェノサイドに他なりません。国際社会は協力してネタニヤフ政権の蛮行を直ちにやめさせる責任があります。合衆国政府はイスラエル政府の行為を常に擁護し、軍事的にも資金的にも最大の支援国であることからも、ネタニヤフ政権の蛮行をやめさせる最大の責任を持っています。国際の平和と安全の確保を基本任務とする国連安保理で、合衆国政府は常任理事国の特権を用いて人道的停戦の決議案に反対を繰り返し、極短期間の休戦だけを実現させ、ネタニヤフ政権の犯罪行為の継続を事実上容認してきました。あなたの政府のこの姿勢は世界中の人々の失望と非難の声を呼び起こしています。USA は人命や人権、
正義や平和を言葉で唱えるだけで真剣には実現しようとはしていない。むしろ殺人と破壊の共犯者だという声です。もしあなたがこのような政策を続けるなら、イスラエルと同様の領土的野望を抱く他国に対し、正義や国際法は自分の都合に合わせて解釈し、必要なら無視してもいいというシグナルにもなるでしょう。今私たちはあなたとあなたの政府に次のことを求めます。 1. イスラエルに国際人道法と国連決議を守らせ、ガザ侵攻作戦を直ちにやめさせるためあらゆる努力と措置を行うこと。 2. ガザ地区の全住民の窮状に対し直ちに緊急人道支援を行うこと。その実現のため、イスラエル政府と軍に妨害をさせず、またできるだけ広範な国際的協力体制を立ち上げること。3. イスラエル政府によるガザ封鎖を解除させ、ヨルダン川西岸などの占領地への入植と、そのイスラエル領土への編入を容認・承認する政策を転換すること。 4. 以上のような措置と政策変更の上に、中東における公正かつ永続的な平和の実現のために積極的に行動し、国際社会の協力体制を構築すること。パレスチナに平和を、緊急行動、参加者一同、以上であります。それではこれで失礼いたしますが、この文書を何とか大使館に届けたいので置かせてください。アメリカ大使館が後日回避をするというふうに、やっぱり後日ですか？後日、今日は土曜日でいないので、せめて柵の中に、柵の中はごめんなさい、柵の中はもうアメリカが許してくれた、歩道に置いといてくれば必ず回収すると言ってますので、風に吹き飛ばされたらどうしたらいいんでしょう。ちょっとそこの下にでも置いといていただければ、うん、はい、すみません、我々こうちょっと触れないので、その状態で、はい、我々ちょっとが配置で見てますので、飛ばないようにで必ず回収させます。私約束しますので、赤さんの警備課長です。よろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、受け止まります。では、警長、写真撮ってもらって、ちょっと、これで、ちょっと、はい、ちょっと、ポスト。ちょっと持ち上げてください。はい。はい、ポストはないですか、大使館には。うん、前はポストに入れてたの、ね、ちょっと分かんない、最近分かんない。うん、ポストはどうあるけど、前は秀平さんが入れてたのか、ポストを入れてくれる。じゃあ終了でよろしいですかね。じゃあ、元の方でポスト、本当に惨めです。本当にこのように見下げられるような、日本市民が見下げられるような文書の渡し方で大変残念です。ポストに入れるってこと、あそこに人がいるから言ったら、ほら、あそこに人がいますよ。大使館の主演さん、大使館の方じゃないの、警備の方なんで、多分あなた言っても分かんないです。ポストどこかに入れています。よろしいですか。はい、土曜日だからということです。